こんにちは、二重のまゆかです。はい、それでは前回募集した質問に答えていきたいと思います。Go。 はい、1番、ラップをうまく、そしてかっこよく歌えるコツを聞きたいです。そうですね、私自身もうまくかっこよく歌えてるかわからないんですけど、私が意識してるのは強弱をつけるというか、そのアクセントをつけるところを一回一回確認しながら、そして楽しく歌ってます。2番目、一番難しいラップの曲は何ですか？そうです、みんなになんかジャンプとか難しいんじゃない曲言われるんですけど、なんかジャンプは意外といけるんですよ。で、私が一番難しいなと思うのが Love and Like の2番、リズムをこう後ろの音楽と合わせるのがすごい難しくて、たまにずれちゃったりするので、すごく苦戦したラップです。はい、3問目、まゆかちゃんの今日の TMI をドン。中トロ丼と焼きそばと牛タン食べました。はい、ライズアップのミュージックビデオで一番苦労したシーンは、なんかあの日本で撮った、大学で撮ったシーンがあるんですけど、そこの床がちょっとこう坂になってて、そこでこう踊るのが、なんかこの重心をつかむのが難しくて、すごいみんなでフラフラになりながら撮ったんですけど、すごくかっこよく映ってたので良かったなと思います。5問目、子供の時の夢は何でしたかっていうことなんですけど、子供の時保育士になりたくて、なんかその子供なのに保育士になりたかったんですけど、なんかその小学校で職業を調べる授業があって、こう一生懸命保育士になるにはどうしたらいいのかっていうのを調べて新聞を作った思いがあります。あとピアノやってたので、保育士ってピアノも活かされるので、保育士さんになりたいなと思ってました。はい、たくさんの質問ありがとうございました。それではまた大阪のファンミーティングの後に会いましょう。以上、二重のまゆかでした。バイバイ。